Hello, I'm Megumi Ogata. I'm Japanese singer and voice actor, seiyuu for animations. いつもいろんな作品を見てくださって本当にありがとうございます。私は、今回、ワールドワイドなクラウドファンディングを立ち上げることにしました。理由は2つです。1つは、私の新しいアルバムを日本のファンの人と海外のファンの人に一緒に同時に正しい正規品をお届けする、そうしたいと思ったことが一つ。そしてもう一つは、日本のアニメーションを作っているみんなの現状を知ってほしかったからです。声優になってから25年経ちます。最初は私とファンが海外にもいてくれるということが本当にびっくりしました。私は日本語でしか喋っていないし、それがどうしてと思ったんですけれども、海外のファンの皆さんにいろいろなフェスティバルで、お目にかかったり、あと海外で私がやるライブに来てくださったり、そういう時の反応を見ていて、ああ言葉の壁は超えられるのだなと。私がキャラクターとしてすごく辛かったり嬉しかったり楽しかったり、その作品の中で生きている私の気持ちが皆さんのところに届いてるんだと思って本当に嬉しかったです。でも私たちが作っている正しい商品が皆さんのもとにあまり届いていないということを知ったときに、それもまたとても驚きました。そのことを日本のクリエイターのみんなはとても悲しく思っています。本当はもっと正しい形で皆さんのところに届けたいのに。もちろん、たくさんの、有料の、テレビであったり、そういうところで見てくださっている方々、そして個人輸入で私たちの作る DVD や CD を買ってくださっている皆さん、本当に感謝しています。でもご存知の通り、日本初の YouTube PV、 なかなかいろんな国で見れなかったり、Amazon であったり iTunes であったり、なかなか届かない、それが現状です。それをなんとか超えることができないかとずっと考えていました。その手段として今回クラウドファンディングを使ってお届けすることを、考えてみました。それと同時に、そのみんなが皆さんのところに正しいものを届けられないということに対してとても悲しく思っているということをお伝えしたかった。そして届けられないことによって偽物の映像であったり、音楽であったり、そういうものが、インターネットで上がってしまったりすることによって、日本のクリエイターのところに正しいお金が入ってこなくて、今日本のアニメーション業界はとても苦しいところにいます。私たちにもっとたくさんの素敵な作品を作らせていただきたい、そういうふうに思います。そのことを皆さんに知っていただくためにこれを立ち上げました。正直に言いますと、私の CD を欲しいと思ってくれる方は少なくても構いません。それでもとても欲しいと思う方のところにお届けしたいというふうに思っています。それよりも、私の今回のクラウドファンディングのサイトをぜひ見ていただきたい。そこに、日本の現状が書いてあります。そのことをぜひあなたのお友達に広めていただけたらと思います。感謝の気持ちを込めて、私の今までやってきた作品、エヴァンゲリオンであったり、セーラームーンであったり、悠々白書であったり、最近だと弾丸論破であったり、暗殺教室であったり、本当に見てくれて応援してくれて感謝しています。その応援の気持ちを、そのアニメーションの歌を、私がそのキャラクターの声で歌うことによって皆さんに楽しんでもらいたい、そういうふうなアルバムを作ることにしました。これを最初に日本で発表したときに、日本人のみんなもびっくりしていました。
世界のみんなのもとに届いているとみんな信じていたので。でも届いていないと知って、日本のファンのみんなは私と一緒にとても悲しんでくれました。そして皆さんのもとにお届けするために制作費の大部分を、日本人のみんなで賄おうという気持ちで、クラウドファンディング立ち上げて、日本では、今5月19日現在、私の最初に出した目標額の 220% のお金が集まりました。それはみんな日本のみんなからの皆さんへのプレゼントです。ぜひこのことを受け取っていただいて広めていただけたら嬉しいと思います。本当にありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思います。新しい CD をぜひ日本のみんなと一緒に楽しんでくれたら、そしてこれからも日本のアニメーションをたくさん楽しんでもらえたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。それではサイトの方でまたお会いしましょう。ありがとう。バイバイ。